野さんの男気が見たいと。日野さん頑張ってって来てます。2ポイントゲット。杉さん1ポイント。日野さんいってらっしゃい。3対1。日野さん4ポイント。日野さん行きましょう。5ポイント。杉さん来た。5対2。次誰だ。日野さん期待しています。確か杉どっちだったんでしたっけ。あなたです。はい、行ってきます。あなたぐちゃん病が行かれました。一人で行ってきます。行ってらっしゃい。モスコ。モスジャングルで寝ているよライオンが。かっこいい。今この映像めっちゃかっこいい。ジャングルで寝ているよライオンが。あかん。はあ、まあね、本当にありえないでしょこれ。これガチで一人ですよ私今。どうしましょうね。これガチ一人、ガチ一人ですよ。なんかでも調子が明るすぎて、なんか笑い声が聞こえるのがいちいちムカつくな。こんな感じです。こんな感じ一人で歩かされてます。あ、見えてきました。ゴールが見えてきましたよ。あそこまで行って帰るだけね。元レッスルワンの熊五郎が虫でした。熊五郎が行ったことあるっていうみたいなんで、はい、僕も全然一人で行っちゃいましたけど、あ、全然いける。もうゴールはすぐそこだ。俺はすぐそこや。よっしゃ。はい、ありがとうございました。ね。どうも、ありがとうございました。はい、行きましょう。もう、大丈夫ね。ちゃんと行ったね。私行ったね、ちゃんと。はい、行きましたね。行きました。行きました。よっしゃ。全然怖くない。全然怖くないよ。ちゃんと行ったよ。危ない。痛い痛い。足元気をつけて。うわあ、熱い。ちゃんと行きました。うわ、いやどうですか、どうでした、私の男気。じゃんけんに負けたわけではないのにね。なんでこんな目にあったのか。わかりません。これがガチシリーズです。どうでしたでしょうか。いや、いろんな人に会いました。はい、あ、そうですか。いろんな人に会いました。はい、江戸時代に亡くなった方、はい、俺が昭和に亡くなった方、俺が言って平成に亡くなった方、3人とご挨拶してきました。はい、みんなね、悪い人がじゃなかったですね。ああ、そうですか。はい、自分がちっちゃい時にいとこの家のトイレで会ったおじさんとはまた違いました。はい、瞳孔開いてらっしゃるんですけど大丈夫ですか。日野さん、
ちょっとちっくりみたいで嫌なんですけど、あの歌歌われて言ってたじゃないですか、はい、あの覆面ちょっとかっこ悪いですねって言ってましたよ。誰が？あの覆面かぶった人。何がかっこ悪いの？足震えてるけどね。あ、レイってこんな人たちなんだって。なるほど。優しい人もいるんだなと思って。さっき言ってた3人ですか？そうですね。さっき言ってない。いや、今初めて私はです。さっき、あの、宇杉さんが、ね、調べて、ね、うん、言ったやつ。あ、まだ、うん、別の人ですね。別の人、うん、ドンピシャで時代かぶってる別の人、うん、もう恥ずかしいな。ちゃんとじゃんけん負けてへんのに言ってんだよ、うん、だから歌ってたんだよね。歌は投げましたね。家の前で一周せい言われたらちょっと無理やろ。無理やろ。ほらほらほら見て、カブトムシが私の足に飛んできたよ。すごいな、ここカブトムシだらけやん。ここにもいるし、え、連れて帰ろうかな。何が、え、ちょ、カブトムシ取って、うん、え、何、全然離れてくれへん。どうしよう、取りましょう。あのこんな感じで覗いてる。ちょっと、え、ちょっと、何何何、皆さんカブトムシとか言ってる場合じゃない。何何何、いや本当に本当に、はい、車乗ろう。何、え、何、え、あ、これ人かもしれないんで。本当人、人、え、いや違う、覗いてる。え、どういうこと、見えるんですか。あのこういう感じで覗いてるんですよ。え、嘘だろ。やっぱり顔出すよ、こっち見たら。え、どこ、何、何も見えへんから。いや、ほらほら、こっちに来ると、うわうわ、何、またカブトムシ。カブトムシいないですよ。いや、おらおら、おったおったおった、おったおったおった、ほんまにおった。ちょっと取って取って、いやいやいや、痛い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 、近づくよ近づくよ、やめとこ、ちょっと痛い痛い痛い、よいよ。じゃ、カブトムシがむっちゃついてくる、わしに。なんなん、マジで。なんで車乗らないの。この車はどうかしてるよ。あ、車乗ろうよ。なんか、誰か覗いてる言うて。な、どういうこと、本当に。車乗ろうよ。いや、ちゃうぞ。カブトムシがくっついてくるんですよ、自分に。今、2匹ついてきたんですよ。さっきからこっちは、心霊物撮ってるのに、カブトムシだーって言って。ウィリアン顔面に飛んできたりするんですよ、カブトムシ。カブトムシだ。というわけでですね、うん、どうだった。まあ、なんかアトラクションというか、なんか驚かす人とか、まあ、ね、日野が逃げてとかやったらもう怖かったけど、まあ、一人で行くシーン俺はなかったから。そやな、うん、一人で行ってみたけど、もう全然怖くなかったで。うん、怖そうや。帰りはちょっとみんなまたすん悪いなと思ってちょっと走ったりしたけど、うん、怖くなかったで。そんな時間長くなかった。めっちゃ短かった。いや、もうちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい5分間。5分 ?2 分やったあれ。5分あったあれ2分やった。てかさん、どうでした、この初のうちらとコラボ。いや、めちゃくちゃ面白かったです。あれですか、その以前にそのレスラーとかやったこととかは。はい、ありますね。あるんすね。はい、あります、あります。例えば誰。例えばだから、今全日本プロレスにいる、はい、土井浩二選手。おお、土井君。はい、それから、熊嵐選手。熊本ね、はい、さっき言ってました、ね、そしてアレハンドロ選手。おお、アレハンドロ。はい、へえ、そして、はい、曽谷学選手。おお、学ちゃん。はい、
あ、面白そう。あと、大和広志選手ですね。広志、はい、おもんなさそう。そして、日野さんと杉さんが、今回、まあ、結構意外と多い、はい、そうですね、ですね、はい、ちょっとなんか、いや、答えがあれとあれなんですけど、はい、正直言ってます、はいはい、誰が一番おもんなかったですか、過去ですか、はい、選手の流れなんですか、はい、いや、みんな答えづらかったですよ、みんなあのすごい怖がってたんですけども、はい、中ではやっぱりその大和選手全然怖がらないですね。自分もそんなだったら広瀬が一番怖ないと思ったモーターの人は心霊大好きなんで、やっぱ慣れてんのかなっていうところを心霊好きなのもそうやと思いますよ。ノリ売ることしか脳のない男ですよ。はい、いやそうなんですね。山本さんはこう怖がらせるのはなかなか難しいかなっていうふうに思いましたね。はい、自分控え室でわー言うたらすごい驚きますけど。おーおーおーって言ってますけど。わかります。なんか上手ずらしいやつな。じゃあちょっと次、本当ちゃんと答えてくださいね。はい。あ、じゃあみんなに聞こう。そうですね、あ、自分目つぶりも、うちは目つぶろう、はいはい、これこうやってこうやってこうやってするから、はい、今までやってきたレッサーの中で、はい、一番面白かったのは日の杉の人を手挙げて下ろしていいですか、目開けますよ、はい、よし、これでみんながもし手挙げてたらもう一回やります。次もし行くとしたらどこを連れて行きたいですか。千葉って実はそんなにないんですよ、実は、うん、心霊スポットって、その活業があんなになっちゃってるじゃないですか、うん、はい、ならもう日野さん次はお線転がししかない。出たお線。そどこなんですか。勝浦。勝浦です。千葉の。はい。はい、あそこです、ね。海が綺麗ですね。崖ですね。崖ですね。結構もう信じられないぐらい残虐な。いやもう残虐。自殺のあれみたいな。あ、自殺じゃないです。殺人事件。そうです。なんでや。あれも突き落とされたみたいな。そうそうそう、日本のあの殺人のなんていうんですかね、事件の中でも。トップクラスに残虐なことをやったやつがいるんですよ、そこで。そこですね。それでも落ちたら死ぬ。いや、そこ落ちるとかそういうのではないんで、でも今日みたいな一人で行って帰ってくるっていうのは少なくとも俺はやりません。俺もやらないです。やりたくないね。行くのはいいけど一人では行かないですよ。いやもうこれから一人の時代ですよ。どういう時代。どういう時代。本当に、ね、そんな時代来なくていいから。二人でじゃんけんして行きなさいよ。なんかね、そっちの方がヒットしてしまってもね、もう行かなあかんようになる。まあでも夏はあの恒例みたいな感じいいんじゃないですか。なんで黙ってんですか。なんで黙ってんですか。なんでそこは一人歩きできないですか。あ、そこですか。はい、あのですね、どういう事件だったかというと、あ、やばいですよ。その親子が子供が3人。はい、2人いて、その親子3人がそのお線転がしっていうところを歩いてたんですね。断崖絶壁の方、はいはい、そこに ある男がその奥さん口説こうと思ってついてったんですよ、はい、でずっと口説いてんだけど断ったんですよ。はい、そうそうそう、ね、ほんならまずその子供をもう崖から突き落としたんですよ。うん、それで奥さんその場で
殺さないでって言って犯して、結局殺してまた落とした。なんで、うん、その奥さんそんなとこ歩いてたんですか。あの近道っていうか、その時間の道がなかったんです当時。で、そっか、古い話だよ。古い話なんです。ほんでこれはもう本当にあった昭和の話なんですけど、うん、わざわざそいつ子供が落ちて死んだかどうか確認してるんです。でとどめさせてるんですよ、岩で顔をガッギャーって。でも一人女の子が生きてて、その子の証言で捕まったんですよ。なんかもうっていうところ、っていうところ、怖い話どうこうっていうよりも、その男が許せないで怒りの方がやばいですね。怒りの方がやばいでしょ、はい、うん、あの結局死刑になってるんですけども、あの戦後最悪の事件、最悪ですね、うん、っていうのがあるんですが、許せないですよね、そんな。だからそういう、そこまでは行かなくていいです。そこはもう、あの入れなくなるんです。そんな男死刑者も許せない。そうですね、いや本当ですよ。だからそういうような場所っていうのは、うん、毎日500発ぐらい殴りたい。毎日確実にいますよ、ね、確実に、本当にふざけすぎだろ。そんな、ジャングルで寝ているよライオンが。